議長高山聡君。国務大臣の演説に対する質疑は延期し、要19日午後1時から本会議を開き、これを行うこととし、本日はこれにて散会されることを望みます同意なしと受け取ります。よって同意の通り決まりました。本日はこれにて散会いたします。